い、皆さんこんにちは。我が魂のサンディシーズン2ご覧いただきありがとうございます。なんか今日はですね、アコースティックの、インストゥルメンタルを、お届けします。そして、福岡からですね、素敵なお客様をお招きしています。ということで早速ですけれども、安武さんと、イサムさん、こんにちは。こんにちは。お願いします。お二人は安武イサムっていうユニットで、ユニットというかそういう名前で活動している。はい、彼の名字と僕の下の名前、下の名前本当に安武元明さんと西田イサム、そうです。はい、そうです。でそれがくっついて、安武イサムという、出身が福岡。そうです、福岡です。福岡で博多バリバリです。バリバリ博多は、はい、美味しいものがいっぱいあって。いっぱいありますよ。いや、めちゃくちゃ美味しいです、うん。ね、明太子、明太子ラーメン、ラーメン美味しいです。なんかラーメン好きだって。はい、大好きです。でやっぱ博多の人は毎日食べるんですか？毎日は食べないけど、まあ、普通食べないんですけど、彼も毎日食べてます、ね。いや、なんか毎日、まあ、本気で言うと週に3回ぐらいは。週に3回たった週に3回週に3回は食べてます。でも、うん、なんかやっぱりお気に入りのとことかある？まあいっぱいありますけどね。それが音楽に影響してますか？そうなんです。そう、どういう風に？福岡でその活動を始めた、なんかきっかけみたいなのはあるんですか？きっかけはやっぱり僕がやっぱクリスチャンになって、うん、つって教会音楽に触れて、それできっかけはそれですよね。やっぱり最初からクリスチャンでっていうことではなく、はい、じゃないですね、うん。はい、でも勇くんは？そうですね、僕はもう生まれた時からお父さんが牧師、はい、先生から。で全くね、そうね、違う環境で育って、うん。で、いつぐらいに教会に来ました？僕23の時に初めて教会行って。何年ぐらい前？10年前です。10年前。そうです。あ、そのきっかけとか。きっかけはやっぱあの、もともとやっぱ、まあ、音楽がきっかけといえばきっかけで、うんうん、はい、教会に行くようになって、はい、そこであの毎週礼拝で賛美するようになって、うんうん、はい、なんか先生が音楽やってる。あ、そうです、松浦先生ですよね。はい、やってて、で、あの僕の友達が同級生がベーシストで、はい、アメリカから帰ってきて、ですごいなんか人間的にも変わって帰ってきて、うんうん、で、こう何がきっかけでこうなったんだろうなって思ったら、そのアメリカでクリスチャンになったって言って、でそれからなんかいろいろ僕も聞くようになって、で教会にもなんかこう行くようになったきっかけですよね。なんか抵抗とかは別になかった？いや、特になかったですね。でもじゃあ音楽スタイルも割とこうワシップだったりゴスペルだったり。いや、僕はもうその時音楽はそんなにやってなくて、趣味でやってたんですけど、うんうんうん、で教会行き始めて、またあの礼拝であの賛美をするようになって、でもうそれが今の僕の音楽のベースになっているっていう感じ。じゃあ最初から本当に音楽でっていうことではなくて、はい、全然ないです。クリスチャンになって、はい、そうです。もうサラリーマン7年間やってましたから。そうです。だから神様は全く違う道にこう進ませて歩んでくださって、はい、そうなんです。逆に勇くんは？僕はそうですね、あの、うん、いつから本気になったかっていうのは僕もあんまり覚えてないんですけど、常にギターとか音楽の環境はずっとあったんで、教会で育ったから。そうそうそう、なんかいつスイッチが入ったかって言われるとちょっと本当に分かんないですよね。なんかギターとなんかピアノも。ピアノはね、そんなピアニストの前でね、結構な腕前っていう噂をね、聞いて。あのでも本当に独学なんで、あの結構もう見たら、手見たらむちゃくちゃだなと思いました。
その東京で、はい、初めて安武勇で、はい、安武勇じゃないんですけど、はい、あと中山英二っていうボーカリストと、はい、3人メインで3人で、はい、まあ僕も行ったんですけどすごく良かったですねなんかいっぱい来てましたねお客さんも、本当嬉しいですね、はい、なんかクリスチャンじゃない人もたくさんいたみたいで、そうですね、やっぱそういう方たちに、うん、伝えられたらいいなって、僕たちはそれだけ届け続けていかないといけないなって言って、うんうんうん、本物の音楽、そして神様がもともと作った音楽をそうやって初めて来られた方に届けることができたことは本当に嬉しいです、ね、なんかコンサートの中でも割とストレートに神様がとか、うんはい、そうイエス様がっていうことを何度も言ってたのがすごく印象的です、はい、あそうですか、うんうん、なんか自然結構自然な感じなんで、でも教会以外の場所で、はいはい、もうライブしたりとかってやってるんですよね、はい、もちろんそっちの方が多いと思うんです。全然でもそっちでも、はい、もう変わらず、変わらず僕たちはなんか結局安武勇で活動したのも今までの流れで、別にやろうって言ってやったわけじゃなくて、本当に今までの流れでやって、でライブもなんかいつももうどこでライブをするときでも、どの曲をするときでも二人で礼拝しようって言うんですよ、うん、でやっぱりライブ前に祈って備えて、でそしたらもう神様が全部そのステージを導いてくれるんですよね、うんうんうん、なのでもう全部委ねて、はい、でまあ準備はちゃんと自分たちでやって、うん、で祈って、そしたらあとはもう神様にお任せして、うん、もうどこの場所でもやっぱ礼拝できるように、うん、そうしないとやっぱ僕たちが人間的な思いで邪魔すると絶対にお客さんに届けることができないんで、うん、神様がされたいことを邪魔しないようにっていうのはいつも心がけております。なんかその教会の外でやるときにお客さんがこうクリスチャンじゃなかったりすると、うん、なんかこうどう思うんだろうとか、そういうことは気にならないですか？もともとそういうものだっていうふうに発信してるんでジャンルとしてではそうです、ゴスペル、ま、ジャズ、そうです、一応その、ま、一般的にそうやって言ってるんですけど、はい、もう僕たちはもう基本ベースがそれなんで、うん、それしかないんですよ、届けるのが、うん、でもいいですよね、そのジャンルとしてね、はい、もうだからインストゥルメンタルでもジャズっていうことじゃなくて、もうゴスペルジャズっていうジャンルをなんか新しく作った感じですよね。そうですね。それが結構博多で初めて、うん、本当に音楽のジャンルとしてカテゴリーがこう
発信してるんですよ、博多からです、一般の音楽の業界の人たちがちゃんとゴスペルジャズっていうのを作ってくれて、いいですね、はい、なんかそれがすごい全国に広がって、そうですね、はい、いったらいいですね、だからもうやっぱり世の中に取られている音楽を勝ち取らないといけないなっていうのが、うんうんうん、やっぱり音楽の源はやっぱりイエス様なんで、曲に関してはオリジナルの曲もたくさんあると思うんですけど、はい、お二人ともそれぞれで曲を書くんですか？そうです、はい、うん、じゃあもうすごい彼はもうアレンジとかもすごいできるんで、
アレンジはするんですけど、曲の量とかそういうのはもう圧倒的にやったの。どんな時に曲が生まれるというか。これがですね、本当に祈りの時にメロディーが与えられるんですよね。祈ってて、はい、楽器も吹いてなくて。そうです、楽器吹いてる時じゃなくて、本当に祈ってる時にやっぱ与えられて、うん、なるほど、なんかやっぱそういう時にもう祈った後ですぐに録音したり、その歌って、はい、普通に自分で歌ってメロディーをちょっと起こして、でそれをメロディーを起こして、でイサムちゃんがコードアレンジしてくれたりとか、うんうん、結構そういうの多いですね。でイサムちゃんが作った曲も僕がメロディーを吹くみたいなサックスで、うんうんうん、はい、そういう感じで結構最近曲が祈りの時に。そうです、はい。イサム君は。僕はどんな時に曲が。なんか何かがあった時、うん、体験した時、うん、もうそうですね、なんかちょっとなんか事件があったりとか。そうですね、事件があったり、なんか人に励まされたりとか、うん、何かあった時に、うん、こう言葉に、うん、残したい、うん、それをなんかそのままなんか曲に。じゃあ、あのそのインストゥルメンタルだけじゃなくて、はい、その歌詞が入った曲も書いてるんですよ ね、 うすね、うん、だけどインストゥルメンタルの方が本当に多いんで、うん、もうそのシーンをこう思い出しながら、うん、なんかもう神様が自分に体験させてくださったことを、うん、だから結構2年前の思い出とか、あの思い出というか出来事とか、もうその旬の時じゃなくても、なんか思い出した時にこう書くようにしてます、うん、そうですね。逆に純さんはどういう感じで作るんですか。僕はね、あんまり本当にだからあの曲って実はそんなに書かなくて。そうですか、めちゃくちゃ書いてるイメージが。だけどあの人と一緒にいるとどんどん生まれる。そう、だからあの今日もなんか一緒に演奏してみたいな。そうですね、うん、それ確かちょっとなんか割と即興的なの で、うんいいですね、うん、録音して、はい、後になって曲になるっていう感じの方がすごい好きですね。今日ちょっとチャレンジしましょう。ちょっとしてみましょう、うん、そうチャレンジしたいですね。ね、でもそういうのなんかそこでしか生まれないメロディーとか大好きですね。いいですよね、その瞬間だけの、ね、なんか僕ジュンさんとこうなんかそういうか一緒に曲作ったりしたいなとか思ってたんですよね。じゃあぜひこの後やりましょう。そうですね、やりましょう、はい、絶対、はい。
今日のゲストは安武勇さんでした。次週も引き続き楽しいトークと2人の演奏をお届けします。どうぞお楽しみに。